こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものになっていますので、初めての方は第1回目からご覧ください。再生リストから順番に見ることができます。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。今まで学んだことを簡単に復習しましょうね。潜在意識とは過去の自分だということでしたね。そして過去の自分にアクセスする方法をお教えしましたね。覚えていますか？まず過去の辛かった体験を思い出すのでしたね。それは今でも影響しているからです。次にその過去の自分と対話するのでしたね。その時は必ず6歳の自分をイメージするのでしたね。そしてその時の気持ちをあなたも感じて分かってあげるのでしたね。そして一番大切なことを伝えます。助けに来たよという言葉でしたね。そして第9回の動画ではその応用として普段認めてほしい、褒めてほしいと思っているならば6歳の自分をイメージして今の自分がその子を褒めてあげるというやり方をお教えしましたね。でも自分でも自分が褒められないという時は叱る必要があるとお話ししました。今日は叱る方法をお教えしましょう。ということで今日のテーマは潜在意識の自分を叱る方法です。第9回の潜在意識の自分を褒める方法の動画で認めてほしい、褒めてほしいという気持ちはインナーチャイルドが思っていることと説明しましたね。大人のあなたではないんですよ。過去の子供のあなたなんです。確かに実績があれば褒めるのはいいことですが、インナーチャイルドが遊び好きの子供のままだと実績がなくても責任感がなくても自分が遊ばずに我慢をしているだけで褒めてよと思っています。でも仕事をしているだけで褒められることなんかありませんよね。大人の世界では良い仕事をした時や責任ある仕事をした時にだけ褒められます。子供の時はそうではなくて、ただ遊ぶのを我慢して宿題をしただけで褒められたのかもしれません。するとその癖が残っていて、ただ働いているだけなのに褒め言葉を期待してしまいます。もちろん褒められませんからストレスが大きくなっていくんですね。こういう時はインナーチャイルドの遊び好きを叱ってもっと仕事に集中するようにしつけなければいけません。その方法をこれからお教えしましょう。いつものように目を閉じて目の前に6歳の自分をイメージします。そして次のように言いましょう。あなたはいつも認めてほしい、褒めてほしいって思ってるよね。自分では頑張っているつもりだよね。でもね、それは間違いだよ。あなたがやりたくないことをやっているからとか、遊びたいのを我慢しているからといって周りの人が褒めてくれることはないよ。周りの人は親ではないからね。もっと真剣に働きなさい。それはあなたのやるべきことよ。ちゃんと責任を担いなさい。自分から進んで仕事をしなさい。そして成果を出しなさい。そしたら大人の自分がちゃんと褒めてあげるよ。大人の自分はあなたを大切に思っているからね。いかがでしたか？その子はどんな表情ですか？はい、という顔をしていたら修正できていますから、ぜひ毎晩続けてくださいね。もしまだ納得していない表情をしていたら、もう少し工夫が必要です。それはまた別の動画でお話ししましょう。